自分から山火事を。その通りです。しかしギャオスの体から出る霧のようなもので山火事を消し止めてしまうかもしれませんよ。いや、消し切れずにギャオスは炎に包まれて焼け死ぬまでやるかじゃ。だけどここで山火事を起こしたら材木資源の損失だけで約2億円は失うでしょう。いや、金じゃない。今回の騒動もわしたちの欲深い心を諭すために、 神様が地の底からギャオスをよみがえらせたとわしには思えてならんのです。欲の顔を突っ張らせていたわしたちが間違っとりました。浜田さん、ありがとう。何の何の。いや、これは孫の考え方でしてのう、山火事を起こせばガメラが飛んでくると孫は信じて疑うようですわ。いや、その可能性もあります。とにかく我々にはこの山火事作戦が最後です。 Thank you.
逃げられたらおしまいです。Gyaos の断末魔です。いや、堤さん、よかったね。安心してね、道路工事を始めてくださいよ。早速明日から始めます。どうじゃか。いや、みんなね、明日からまた工事の再開だよ。
で、コースの変更は？ええ、まあ、それはね、単なる噂じゃよ。おお、さようなら。大丈夫。よかったでんな。堤さん、ありがとう。いや、みんな英一君のおかげですよ。Yeah.